広島カープ塾始めます。今日はちょっと弟子4の方と一緒に振り返りをしてみようと考えています。はい、弟子4番でございます。事前にですね、塾長からエールいただいてます。メモを読み上げながら試合を振り返りたいと思っております。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、7月11日火曜日、これまだオールスター前です。火曜日からということです。11、12、13の3連戦、東京ドームで、ジャイアンツ対カープ、結果はですね、2勝1敗でカープが勝ち越してます。第1戦目、7月11日火曜日、勝ちは山崎伊織投手、牧原琴太夫投手、4対0で負けてます。7月12日水曜日、同じく東京ドーム、巨人対カープですね。勝ちは森下投手、負けはグリフィン投手、0対2で勝ってます。7月13日木曜日、こちらがですね、東京ドームでして、6対1で勝って、1対6で勝ってます。勝ちは大西投手、負けはビーディー投手ということでした。じゃあこの3連戦、塾長お願いいたします。やっぱりですね、最近の山崎伊織投手はかなりいいんですよね、はい、ジャイアンツ、ローテーションの中で多分エース格ぐらいいいんですよ。うん、そうだと思いますね。はい、ただやっぱり床田投手なんですが、やっぱり東京ドームっていうところで、松田ならホームランじゃないボールが東京ドームだからスタンドに持ってかれたかなと。そうですね、3発ソロホームランですね。いずれも3発ソロで、中田翔選手11号2回裏、それから秋広選手6号3回ソロと、そして5回には丸と丸選手の、ソロということですけども、大きさも違いますしね、圧力も違うんですかね、空気圧とかも。もう一つは、当然中田翔、秋広、丸って、ある意味、打ち上げるんですよね。あ、そうですね。勝ち上げるタイプですもんね。勝ち上げ、要はタイミングが合わされて、勝ち上げられてしまったなと。はい、そうですね。いうとこなので、その、床田がいい悪いっていうよりかは、私は、山崎伊織が、自分、要は、その、首脳陣の話とか、投手コーチの話ではなくて、これで食べていくんだっていうものを掴んだのかなと。そうですね。はい、そうですね。だから、これは、カープの問題ではなくて、多分、セリーグ5球団が、山崎投手から3点取るのは大変だな、っていうイメージなんですね。やっと、戸郷投手に並ぶ先発投手が、もう1枚目ができてきたと。そうですね。もう一つは、戸郷と違うのは、これは、今の時代は、リードで抑える時代ではないと私は思ってるんですね。読みを外すとか、キャッチャーのリードではなくて、自分のセンスで、自分の腕振りでタイミングを外させる、打たせて取れる投手が出てきたなって感じ。戸郷は三振とか力で抑えられるっていう、今の時代に合ってる投手なんですよね。ストレートの球威もあるし、フォークのキレもすごいので、ある意味27アウトのうち、
半分、5割、もしくは6割、三振でアウトを取る投手。そうですね。なんですけれども、27アウトで計算した場合ね。ところが、山崎よりは27アウトのうち、下手したら20は、前に飛ばされてアウトを取る投手。そうですね。はい。これが完成されてきたかなと。あとこの試合も勝ち負けというよりも、西川龍馬選手が少し、負傷ということですね。この次の試合からは、出てこないというふうになりましたね。はい。まあでも、カープの側で言うと、正直、まあ、西川がいる、いないっていう、ダメージがないような、はい、なんつかな、選手層が厚いんではないんですね。私は選手層の厚い厚くないって、ある意味、選手層の差がないとも言えると思ってるんですね。つまり、一番最初に出る人と二番目に出る人と、暑いと言って、要するに、飛び抜けた人がいないもんだから、確かに、ここ最近西川龍馬が私の批判的に言うのを、ちょっと、崩れて、まあ、3割2分、下手したら3分、首位打者争いまで行くぐらい打てるようになったんですね。そうですね。その通りです、ね。打ってきましたけれど、そうは言っても、打点っていう面では、別に西川じゃなくても代わりはいるかなと。チーム全体で見ればってことですよね。これは新井監督が、要は全選手の状態と、ここに当てはめて、この人に打点取ってほしいっていう打順の組み方を今、藤井ヘッドと新井監督でやってますので。そうですね。まあ結構日替わり打順も変えてますし、相手ピッチャーによって。まあ、この後も。そうですね。多分、チャンスで打点を欲しいところに、はい、まあ坂倉とかね。まあ例えば、長打が欲しいデビッドソンとか、まあ例えば田中康介とかね、はい、あとそうですね、まあ当然落ちる球の空振りが多いとはいえ、そうは言っても、そのボール球のもうキレが鋭いボールはしょうがないとはいえ、ある程度打撃状態が悪くない大森とかね。そうですね、子供とか、はい、ここら辺は、ある意味、買い出す。まあ、要は、チャンスが巡る場面には、回して、置いてるんですよね。上位に回し、置いといてないんですよ。その、チャンスが巡るだろうと、このピッチャーで、この打順で、このバッター立っちゃったらと。だから、6番だとか、だから8番だっていうところもなんか、この新井監督、それからバーまあ、これは分かってるんだと思うんですよ。当たってますよね。秋山翔吾に打点を求めてないので3番固定なのかな。そうですよね。割合、秋山翔吾選手だけが固定に近いですよね。ほぼ固定ですね。要は、野間と秋山の固定なんですよね。そうですよね。はい。ここが出てるかなっていうのと、あとは、はい、まあ、カープ、まあ、全体として、まあ、リリーフ陣に言えるんですが、はい、まあ、荒井藤井ヘッドになってから、この、気負わせない。要は、責任を負わせないので、ボール、まあ、なんか、オールスター戦の後等々で、まあ、高津監督とかね、まあ、他の、まあ、岡田監督等々が言ってますけど、ストレートがカープの中継ぎ陣速くなった。速くなったじゃん。もともと速いんですよ。
そうですよね。じゃなくて、はい、力まないから速いボールがストライクゾーンに行くだけになる。なんか違和感はありましたよね。あの岡田監督のコメントには。これは笹岡監督がストライクを取れっていう以上は、はい、言い方悪いけど、まあ、手を抜かないとストライクゾーンに行かない濃厚投手たちだったんです。そうですね。で、新井監督、まあ、フリーヘッド、はい、まあ、これは菊池原、投手コーチが、まあ、当然リリーフの経験で一軍に来たときに、徹底したのは、自分のボールをまず投げないと、そうですね。後悔しないですかって話から入った気がするんです。はい。次の試合、4月12日ですね。ここから練習が始まるんですけども、森下投手で、西川龍馬選手がですね、ここから怪我が。外れますね。はい。で、4番がサード、デビッドソン。そしてショートにですね、小園選手を出して8番でですね。で、ここでホームランが出てツーランで勝ったと。森下投手は完投、あ、ごめんなさい、完封でした。109球、8アンダーピッチング、6三振、1四球と、まあ、見事なというところですけど、この試合全部どうでしょうか。あの、要は、新井監督は分かってるんですよ。要は、小園は、要は、ファームに落とした理由は、いくら振っても当たらない問題だったんです。言ってましたね。今小園は、成績はまだ2割届かなかったですよ。まあ、ようやく2割届くぐらいにはなってくるんですね、この後。でも、新井監督にしてみたら、振れば振るほど、あ、今、小園が空振りがないんです。うん。そうですね。当然、その、キレのいいフォーク、スライダーは、まだ変化球は空振り三振のケースはあるんですが、はい、今までは、もう、どんなボールも空振りだったんです。そうですね。今、アウトなんですけど、はい、まあ、打率が結果出ないのでアウトなんですけど、はい、ほぼほぼファールとか、はい、アウトの打球って捉えてるんですよ。そうですね。こういうバッター、こう超積極的バッターと言っていいんでしょうかね。DeNA の桑原選手とかですね。こういう選手の特徴なんでしょうかね、こういったところっていうのは。あの、もう一つは違うんですよ。坂倉のホームラン数が今年増えてるんですよ。ああ。もう今、多分去年と違って8本打ってるはずなんですよ、オールスター前に。なので、小園の指示にあるのは、もう、フルスイングで当てて、はい。スタンドに届かせろなんて思うんですよ。塾長も去年の後半の話の中でさ、小園選手を求めることっていうのは、力強く振って、宇宙間のホーム、フェンス越え、もしかして、まあ、できればフェンス当てるぐらい。フェンス当てるぐらい。打てと。これは坂倉もそうなんですよ。ただ、坂倉と小園のでは、ミート力が違うんでっていう、そうですね。ちょっと前提が違ったんですが、はい。どうも、これができたホームラン。まあ当然東京ドームもあるんですが、はい。あの、要は、あ、一軍に来ても新井監督は、うん、あの、要は、当てに行くことはダメだって言ってるんだなっていうのが結果ホームランになったのかな。そうですね。あともう一つ、まあデッドボールを受けたというのもあるんですけども、まあ西川選手もいないし、菊池選手も下げて、まあ1番セカンド、上野選手だったんですけど、試合も
試合中も使わないと。こういった状況で2人抜けでですね、勝ったっても大きいなと思うんですよね、この試合は。大きいのは、結局、まあ、ある意味、まあ、新井監督が自身、まあ、当然、笹岡監督時代からだとは思うんですが、大瀬良、栗、床田、森下に対して、はい、まあ、これ、本当はアンダーソンが怪我でなくていれば、あると思うんですが、はい、7回までは信用してるのかなと、2点までは。ああ、はい、クオリティスタートですね、今言うところ。そうですね、はいはい。なので、あとは、要はこの2人で7回2失点、もしくは3失点。はい。ですよね、まあ、ベンチで見てればいい悪い分かるわけですよ。で、いいと思えば、はいね、あとは打線がスタンドに届かせるスイングができるかどうかだけを見てるかなと、ね、はい、はい、そうなりますね。で、この指示に対して選手が、まあ、申し訳ないけど、笹岡監督時代と違うのは、はい、あ、打っていいんだと。いや、もっと言うと、フルスイングしていいんだと。三振で。そういうことですね。割り切ってるんですよね。これは田中康介も言いますよね。要は、田中康介イコール塁に出ろ。まあ、昔まではね。言い方言うと、内野ゴロって、内野安打で出ろっていう、そうですね。筋があったと思うんですが、今は、塁に出ろだと思うんですよ。内野安打どうこうじゃなくて、自分のスイングで塁に出ろ。その代わり、塁に出たら、今のカープは、走れですから。まあ、この当てるようなバッティングで、まあ確かにポテポテ内野ゴロでヒット出ることもゼロではないですけども、今の野球、いわゆる当てるようなバッティングでランナーにも出れないですもんね。出れないですし、申し訳ないですけれども、まあ菊池、田中、相澤、はい、要は、まあ要は、3連覇を活躍したような33以上の選手は内野安打はないので、そうですよね、現実的じゃないと。子供の内野安打とかね、大盛りならまだありますよ、総力的には。なぜなら 0.1 とか 0.2 秒早いで、 0.1、 0.2 って2メートル違うって言われてるわけですから、これはもう、それは田中小僧、まあ申し訳ない、小僧の大盛り以下の、まあ20代の選手は転がして何が何でも塁に出ろだとは思うんですけど、もう、まあ3連覇を経験した選手たちは、その、はい、0.2 を縮める総力はないから、相手の投手を上回るだと思うんですよね。で、次、じゃあ7月13日ですね。こちらも勝ったということなんですけど、1対6でカープ勝ってます。結局、こちらの投手、先ほど、まあ、勝ちは大西投手と申し上げたんですけども、5回までは栗原蓮投手、5回70分、2安打3打3四、2ファーボール、1デッドボール、1失点。6回ターリー、7回栗林、8回島内、9回柳投手。これら全部ホールドがついてます。で、10回が大西投手で、こちら勝ちになりました。で、10回は、まあ、スイですね。柳投手とか、皆さん使ってますんで、中崎投手。これも見事に、ランナー出ることなく抑えましたと。6対1を抑えたってことなんですけども、このカープもやはり
先発で無理させなくなりましたね。あの5回でかけてしまうとか。良くなったように起用してるんですよ。そうですよね。まあ、要は栗林に焦らせないとかね。はい。ね、当然、この矢崎、まあ、当然、島内に、うん、はい、過度な精神的なね、フォアボールはダメではなくて、うん、1イニングアウトで帰ってきなさいなんですね、指示が。そうですね。だから、フォアボール3つアウトな指示なんですよ。まあ、はい、要は、ヒットも含めて、2塁3塁、まあ、はい、まあ、最近の矢崎にあるとは思うんですが、ピンチかどうかとか、要は3点差、2点差で1点に詰め寄られるどうこうの問題じゃなくて、はい、勝ちゃいいっていうことを、そうですよね。そうなんですよね。これを徹底してると思うんですよ、菊池原が。その、野手出身の監督が言っても、まあ当然ヘッドコーチが言っても、難しいと思うんですよ。ああ、伝わりづらいってこともありますよね。伝えてるけど、本人にしてみたら、はい、あんたたち野手だよねっていう。まあ伝わりづらいってことですか、塾長がおっしゃってることは。そういうことですよね。誰が言うかってことは、ね。経験をして、何度も打たれて、何度も、はい。勝ったり負けたり、しかも40近くまで、はい、まあ、各球団で、要はセリーグだけじゃなくてオリックスとかね、分かり歩いたコーチに言われるって違うと思うんですよ。で、しかも、これは、まあ、はい、そうですね。もう一つは大きいのは、今年復活した中崎が教えてるんですよね。ああ、そうですね。プリプリ入ってますからね。現役選手が教えてるんです。あの、ね、アドバイスしてるはずなんですね。だからこれは、去年の中崎だと伝わらないんですよ。だって、失敗してるピッチャーだから。この中で、いろんな形で、菊池原投手越しとか、中崎投手越しとか、投手とか、揃ってですね、中崎が安定したんで、先発も無理させないと、先発も無理させないがいいところで代打を振れて、で、その結果的に逆転のカープがこの年成り立ってるっていうのは、本当に いい。順当だと思うんですよ。まあ、感じですよね。ある意味、その証明がターリーなんですよ。誰か、失点数多いんですよ。はい、はい、そうですね。ところが、ターリーと、まあ、矢崎も言えるんですけど、確か彼ら二人で、9勝か10勝なんですよ。はい、ターリーと勝0敗か9勝0敗なんですよ。矢崎も。ターリー投手、7月20日時点ですか、21、20日時点で、勝ち星5勝なんですね。5勝0敗1セーブと。このままの順当なこう伸び方で見たら、7、8か9はするかもしれないですよね。そうですね。試合する感じで。しかね、矢崎も4勝0敗なはずなんです。あ、そうです、そうです。今次申し上げようと思ってたんですけども、矢崎投手も4勝0敗。負債で9勝ですから。9勝なんですよ。だから、はい、要は、菊池原が言ってることと中崎が言ってることを彼ら二人が証明してくれてるんです、はい、そうですね。結果もつながってますもんね。何を言いたいかというと、私何度も言ってると思うんですが、複数失点と勝ち越されなければチームが勝ちになる可能性があることをこの二人が証明してるんです。そうですね。去年までは残念ながら、勝ち越されちゃったんですね。もしくは、同点で勝ち越しを許しちゃって、追いつけなかったんですけど、それって結局、まあ、チームを負ける、もしくは勝てない。で、個人で見たら、ホールドポイントもつかないと。
まあ、いいことないですよね、そうなっちゃう。ないんですよ。ところが、今年は、これが、まあ、変な言い方ですけど、はい、全体として言われる、粘り強いって言われちゃうんだけど、はい、粘り強いんじゃなくて、今年、まあ、ちょっと大瀬良は若干複数失点が多いんですね。1イニングの。はい、1イニングのですよ。あの、イニング、あの、9、はい、まあ、5回、6回で言うと、3、4点とか、栗とかね。まあ、森下とか。いわゆる、鶴瓶打ちみたいな感じ。そうですね。1イニングの2、3点の失点を、今、多分、栗とか、とこ、まあ、当然、とこだ、森下、はい。はい。ほとんどないんですね。そうです、ね。リリーフ陣もないんですよ。1点なんですね。そうと思います。勝ち越されても1点なんで。そうですね。はい。これが、多分。試合が壊れることはないですもんね。もう、はい、菊池原が言ってるのは、打たれる、打たれないではないと。はい、あの、もうしょうがないんです。点取られちゃうときは点取られちゃうんです。はい、問題は、ツーラン、スリーラン打たれちゃうとか、要は複数失点を取られなきゃいいんですと、はい。そうですよね。実際そうですよね。なるほどね。要は、まあ解説者の方が簡単に言うのは、粘り強くって言うんだけど、違うんですよ、はい。粘り強く0点に抑えられればいいんですよ。あの、それは、でも、逆に言うと、その投手の状態が良かったり、審判との相性が良くて、自分はボールかもしんないっていうのをストライク取ってくれたり、いろんなバリエーションがあるんですが。この中継ぎ陣の粘りが、結局この試合で言うと11回、1対1で行ってて、10点5点、もう本当に勢い爆発で、B リーグが打ち込まれたと。そうですね。打線の爆発につながるんですかね。まあ、これはもう、あの、打線の方が分かってると思うんです。なんでかって言ったら、多分、うちは、このリリーフ陣は、1点は取られるかもしれない。はいはい、そうですね。まあ、だからサヨナラ負けになっちゃうかもしれない。けれど、はい、まあ、抑えるかもしれない。でも、1点しか取られないリリーフ陣なので、はい、まあ万全を期して、0点、うん、まあ、要は、ワンアウト満塁、ノーアウト満塁であっても、0点で抑えて、次のイニングがあったら、打ってやろうって、打者が準備してるんです。ちなみに11回表のこのカープの攻撃なんですけども、高田翔志君から BD と中間って11回頭、梅本選手、1番梅本選手が始まって、デッドボールランナー1塁、野間選手がレフトにヒット打ってですね、1塁2塁、そして、秋山翔吾のところで BD から青光栄投手と、これがピッチャーで内野安打で満塁と、ノーアウト満塁、ここで松山竜平選手が4番だったんですけども、併殺で2アウト2塁3塁、まずいかなというところで、今度は坂倉選手がセンターにタイムリーヒット3対1、そして小園選手もライトにヒットを打つと、で、これ1塁2塁。で、次は7番、ハツキ選手で、ファーボールで満塁と。これ、大江投手から、三上投手、西、ツーアウト満塁から、ここで、接待、走者出塁、タイムリーツーベースで、これもう勝負あった。6対1ということなんですけど、もう見事な攻撃ですよね。見事なんですよ。でも、これ、東京ドーム、実は小園は満塁で2回目なんですね。そうですね。延長の大量点って。はい、そうですね。で、ここで分かっていることは、要するに、各選手たちが、まあ、荒井監督が、まあ、当然、
赤松走塁コーチ、一塁コーチの指示もあると思うんですけれども、はい、あなたがこの打席での役割を、はい、全うしてるんですね。だから、結局、ハツキは打ちたかったはずなんですよ。打ちたい打ちたいのはずだったけれども、多分、一塁の監督、まあ、荒井監督、藤井ヘッド、まあ、はい、どうでしょうね、サードより、まあ、多分、一塁の赤松だと思うんですけども、はい、打ち気に早うるよりも、はい、今なら見逃せばフォアボールが取れるから、うん、早るなって出てたかのようなんですね。そうですよね。まあ、そこら辺がこういう得点勝率だなと。あの、ハツキは、まあ、ここさ、まあ、ダイソーが多いので打席回らないんですけど、打席回るとほぼ早打ちなんですね。うん、そうですね。でも、この打席、待たされてるんですよ。振らせてもらってないんですよ。その、ピッチャーが変わったからとか、三上のコントロール悪くないですので、打ちに行っていいはずだったはずなんですね。イケイケでしたし。もう勝ち越してるわけですよね、坂倉の。はい。はい、だから、ね、ある意味、まあ、この後の投手陣考えても、まあ、負けは薄いケースだったんですね。はい。8期、塁に出て、はい、この後、まあ、5点差になろうが、うん、まあ、1点差だったら分かんないんですけど、2点リードがありましたので、はい、そうですね。これをやっぱりきちんとベンチ側が発揮に指示が出ていたなと。これはまたなんか勝ち伝わったと。そう。で、この、はい。で、この3連戦、2勝1敗でいきましたと。で、14日に関してはですね、これはあの移動日でカブスの試合がありませんでした。15日、これがあの移動して土曜日なんですけども、横浜ですね、15日土曜日、これが前の3連戦なん で、ね、ちょっとど、まあ、イレギュラーな3連戦になるんですね。そうですね。で、じゃあこの3連戦、ちょっと私の塾長で読み、メモを読み上げますけども、15日土曜日、三戦、三カードの一つですね。一戦目。1対2で勝ちました、カップが。勝ちは栗林、セーバー、矢崎。負け合い山崎康之と。で、16日日曜日、こちらも勝ちました。2勝3敗、勝ちはターリー、セーバー矢崎。負けは伊勢。そして、17日月曜日、まあ、変則でということなんですけども、これを勝ちました。1対2で勝ちました。勝ちはや、どこだ？西武が矢崎と、マキアはバウアーということです。でこの DeNA3 連戦3連勝、まあ、合わせて5連勝になりましたけども、力勝をお願いいたします。あの、この3連勝は、正直、はい、やっぱり DeNA が、優勝するのはきついのかなっていう守備の破綻ですよね。特に外野なんですよね。そうですね。外野のライトフライとかそうですよね。うわ、やっぱり、まあ、ほぼほぼ失点につながってしまうんですよね、内野より。まあ、どのチームまた、どの年度もそうですけど、外野のエラー数が内野を上回ることはないですし、おっしゃる通り外野のエラーって基本結構致命傷になりますよね。局長がおっしゃる通り。そうですよね。で、この3連戦は、多分 DeNA もカープも、ほぼ主力投手同士がぶつかってるんですね。そうですね。表
ってよく言われてましたしね、両チームとも。はい、オールスター前に、どちらかが2勝1敗ローテーションでぶつけて。はい。ちなみに、15日の土曜日に関しては、カープは大瀬良、DeNA は今永投手と。その通り、もう完全に表ですよね。はい。今永ですからね。まあ今永、まあ大瀬良の DeNA 戦は強いです。はい、まあ横浜の大瀬良は悪くないですから。はい。で、16日の日曜日、これ野村祐介であり、DeNA は東と。これ東投手、今年はまあいいですから、表です。いいですし、野村は、はい、あれカープの中で DeNA 最多勝。そうですよね。で、17日の月曜日、こちらが表ということで、やはり、カープのところ投手。DeNA はバワーとして、まあ、もうまだこれはもう防御率を考えたらもう完全にがっぷり四つ、はい、ですね。はい、投手でぶつけ合ったんですよね。はい、そうですね。でなおかつやっぱり結果は1点差だと。はい、そう、すべて1点差ですかね。はい、正直言って、はい、まあ、三浦監督は責められないと思うんですね。私は、あ、カープが運があったなと思うのは、山崎康明、あれですよね。はい、高倉に満塁ホームランってあるんですよ。そうですよね。過去そうですね。はい。で、気合い決められてますよね。その山崎康明が、まあ、この時点で5敗してて、まあ、当然このカープ戦で負けて6敗になるんですが、はい、そうですね。そういう問題じゃなくて、ね、あ、坂倉に回っちゃったのが不運だと。ああ、だから、坂倉のホームラン数が多いわけじゃないけど、はい、実は山崎康明に対しての長打率は、いや、坂倉めちゃめちゃ高いんですよ。そうですね。ホームラン。例えば、はい。組み合わせありますよね。例えば、森下投手とか栗林投手だと、でも、大和選手を打たれてしまうとかってあるじゃないですか。組み合わせ上、調子があろうと、悪くても悪くても。カープの場合は、ビシエドによく打たれるとか、ね。とか、まあ、それの、今度やり返す番で、坂倉翔子の場合。やり返す番で、あ、やっぱり坂倉に打たれ、まあ、ホームランになっちゃったなって感じなんですよね。そうですよね。で、はい、まあ、当然これ栗林が苦しんでた面があるんですが、うん、山崎康明、まあ、三浦監督も悩んでるとは思うんですし、本人も悩んでると思うのは、はい、同点で抑えられなくなったんですよね、山崎。そうですよね。今までは、そんなに防御率が0点台、1点台ではなくて、2点台前半なリリーフエースなんですね。ああ、そうですよね。でも、なんで DeNA 勝てかったから、山崎康明がすごい、ある意味、安心できるのは、同点で止めてくれてた。そうですよね。だから、ボールが多いリリーフェイスでもあるんですよ、山崎は。そうですね。今まではね。それが、結局、6敗っていう負け星。はい、まあ、当然これ、矢崎、カーリーに言えるのは、まあ、2022年と違うのは、なんで勝ち星が出るかって言ったら、彼ら二人は勝ち越されないんですよ。そうですよね。勝ち越されないから、はい、次のイニング、まあ、はい、自分が抑えた、まあ、裏、もしくは表、はいはい、勝ち越してもらえないと、勝ち星って転がらないんですね。なんでかって、もう一イニング後の場合は、次の投手に勝ち星がつくんで、
5勝とか4勝にはならないんですよ。そうですよね。あとこの試合の特徴としては、あの前日してあのお話したように西川選手が怪我ということで、救世主はデッドボールで出して、ね、様子見て、また出してるんですけども、この試合、4番セカンド菊池ということで、これ、塾長は実は菊池選手っていうのは、いぶし銀じゃなくて、目立つ役がいいんだと。いうことからすると4番セカンド菊池は決して悪くないってことですかね。まあ悪くはないと思います。あの、このメンバーだったらもう4番菊池で行くしかない。ですよ。怪我や疲れさえないから。まあ、当然これは、私の感覚で言うと、まあ、田中、野間、秋山、が、4番で使う気がないんですね。まあ、だからそもそも田中、ね、まあ当然デビッドソンの4番はあると思うんですけれども、はい、基本的に田中とかそこら辺の、まあ、野間、はい、秋山翔吾、まあ、秋山、野間、まあ、野間、秋山2番、3番がもう固定してる、まあ、試合に出る限りはここが、固定してますので、これであると、消去法で4番菊池かななんですよね。ね、4番小園にはできないので。はい。15日土曜日と16日日曜日、3連勝でしたから、どちらも勝ってますけども、菊池選手は4番です、4番セカンド。特に2日目というか16日日曜日ですね。こちらの方は4打数3安打ですし、まあ、チームも勝ってますと。うまく機能したと。ただ、17日月曜日の方はですね、やはり3連戦とも休止ということで疲れてしまうだろうということを入るで、1番上本セカンドで、4番は松山竜平選手。これもやっぱ無理させないところがいいんでしょうね。そうですね。それと、もう、あの松山が使えるのは4番松山だと思うんですね。4番ファースト松山、まあ、いろんな形で考えているのは、新井監督は、固定しているのが、うん、まあ、1番というのは基本上本が打ってくれればいい。はい、まあ、もしくは、まあ、状態によって人がいなければ、はい、小園とか大森とか、まあ、末金とか、まあ、その他、相沢とかね、いろんな選手が一番はないので、ショート法で田中康介みたいなケースは出てくると思うんですが、はい、2番、3番は野間、秋山で決まってますと。うん、そうですね。で、5、6、7については、基本的には、6か7は長打が打てる選手。うん、なので、デビッドソンが出れば、デビッドソンが6、7のどっかに入る。そうですね。はい、そうですね。で、8番が末金か大森の枠だと。うん、まあ、要は、若手枠がカープ、今のカープ上は8番ですと。そうですね。そうですね。末金選手の場合はよく打ってますもんね、ここ最近は。ここは、やっぱり新井監督、はい、藤井ヘッドが、ちゃんと決めてるのかなと。なるほどね。で、役割も決めてるのかなと。だから、はい、打たない、打つ打たないじゃなくて、8番なんだから、自分のスイングをするしないは見られてるよと。三振かどうか、要は結果じゃなくて、要は別に落ちるボールを振っちゃって三振はしょうがないんですけど、でも逆に見逃し三振はないよと。そうですね。それは相手のキレを
打つほどまだあなたたちの技術がないのは分かってるけど、だからってタイミングが全くずれてて、はい、無茶振りしてたらダメですよ、はい、それは新井監督に千本安打の名球会ですから、見れば分かりますからね、はい、そうですね、そうじゃなくてタイミングもあってて、まあ、結果空振りはしょうがないです。はい、でこの試合で3回かなっていう DeNA 参戦、はい、で、ジャイアンツ戦2連勝、そしてその3連勝 DeNA 5連勝と、でそこからですね、休みが入りまたオールスターなんですけど、戻ってきて22日土曜日ですね、はい、こちらマツダスタジアムでカープ対ドラゴンズ、結果5対3で森下投手が勝ち投手、負けは勝つ投手、セーブポイント矢崎投手と言ったことでした。でこの試合、まあ、オールスター休みもあるんで菊池選手は出すのかなと思ったんですけど、休ましてですね、4番セカンド上本選手と、で1番サード田中選手という組み合わせでした。ここが先ほど言ったように田中の4番を使わない気でいたのかなと、だから情緒法で、まあ、当然右の、まあ、WBC 出た高橋投手なんですね、うん、はい、ですので、特に落ちるボール、まあ、ストレートの速さと落ちるボールだと、デビッドソンは使えないんですよね。うん、あの、言い方は。4番としては。はい。4番としてはね。はい。そうですね。で、これで言うと、やっぱりこの5番に上げるしかないけど、逆に言うと、小園2番、4番のまんが使えない。まあ、もしくは、3番の前、4番秋山翔吾が使えない。だから使う気がないんですね。まあ、どう4番があろうと、誰がピッチャーになると、実質的にもう2番ライトの間、3番センター秋山だけは固定ですと。まあ、これは決めてるんですよ。そうすると、この状態で言うと、小園が今の状態、あの結果ね、あの、バットに当たるようになったとはいえ、結果が出てないの、ま、あの、小園の1、4番が使えないんですね。そうですね、そうなりますね。はい。で、これで、まあ、当然、デビッドソンの状態を見て、まあ、当然、相澤ですよね。はい、相澤7番、デビッドソンは4番使えないと6番。はい。で、5番に、まあ、当然、このメンバーで言うと、小園、ホームラン打ってますし、長打が期待できますので、はい、5番小園だと、問題は1、4番の話なんですね。で、うん、田中4番にするか、うん、上本4番にするか、いや、まあ、もっと極端なこと言うと、上本1番がいいか、田中1番がいいかなんですね。そうですね、そういう方もありますね。で、こうなると、一番安定してるのは、田中1番なんですよ。なんで、なんで田中が1番、うん、一番成績残してた人だから。そうですよね。実績ありますもんね。で、この後田中で、野間、秋山で、上本に。上本は逆に言うと、ある意味、まあ、西川龍馬に近いのは、はい。どの打順でも自分のプレーしかできないんですよね。うん、そうですね、そういうことですよね。あの、うん、チームのことを田中は4番になったら4番でランナーいたら返さなきゃいけないとか、うん、まあ、エリートコースがいたゆえの、うん、マイナスが出かねないんですよね、うん、チームプレーとか、はい、チームリーダーとしてとか、これは1番がいいんですけど、4番でそれやられ
って崩されちゃ困る。悪いことじゃないんですよ。悪いことではないし、やってくれなきゃいけないんだけれども、はい。だったら、もう普通の自分のプレイしかし、なんかな、目の前のプレイしか考えない上本4番の方が、しっくりくる。で、新井監督は考えたのかな。はい。これで都合6連勝になりました。まあ6連勝中、特に DeNA 戦1点差が多かったりしてですね。まあ少しリスクとしては柳投手とか大井投手とか、島内投手とか登板方のところはありますけども、よく見ると結構休ませながら使ってるんで、延長まで行ってないんですよ、で野手も結構気を使いながらは使ってますので、そうですね、まあ、気になるのは秋山翔吾ですよね、はい、ちょっとまだ、私は一回下位打線でいいんじゃないかなと、まあ、この連勝してる時って連敗が起こりやすくて、それって結構疲れだったりするじゃないですか。多くはまだ勝ち投手、勝ちゲームでの長すぎ投手ですけども、カーブはちょっと打線も少し気を使った方がいいのかなって気はしますけど、特に秋山翔吾選手とか。秋山翔吾なんですよ。ノーマは心配はないんですよね。で、他の選手も松山外したり、はい、気は使ってるんですけれども、ね、秋山3番だけは多分ノーマ以上に出てるんですよね、ね、秋山3番は。ノーマ選手は怪我があったりしてですね、そうですね、結果的に外れてることはありますもんね。外れてるんですよね、あの結果としてね。そうですね、結果としては外れてるんですが、はい、秋山の方がこれ、まあ、西川の離脱もあって外せなくなっちゃったんですけれども、そうですね、うん、まあ、私何度も言いますけど、まあ、例えば田中菊池秋山が7、うん、6、7、8にいたらこれとんでもなく相手嫌だと思うんですよ。うん、嫌でしょうね。6番秋山、7番菊池、8番田中康介って、はい、こんな嫌なことはないと思うんですね。そうですね。まあ当然これで言うと、はい、まあ出塁率の問題って言っても、今そんなに出塁率考えなくていいなら、例えば1番デビッドソン、はい、2番ドマと。はい、そうですね。で、5番坂倉だと。で、6番秋山、7番菊池、8番田中だと。ああ、嫌ですね。こんな嫌なことはないと思うんですよ。相手に攻めたら。男性1番でデビッドソンで、まあ、ホームランか三振かで。走らせる必要はないわけですから。はい、そうですよね。2番の間は決まってるわけですから。あと3、4は、まあ、聖金が出ようが、大森が出ようが。はい。その、そうですよね、今、カープ3、4番で点取ってるわけではない。そうですね。まあ、松山が出れば別ですけれども、だったら4番松山が出たら、これこそ5番坂倉。はい。6番秋山、7番菊池、はい、8番田中になったら強烈に嫌なんですよ。しかも、ね、まあ、打席数は減ります。はい、そうですよね。そうですよね。で、デビッドソンも出塁考えなくてホームランだけ狙って1番です。と、そうですよね。これは相手に対する、その、選手を休ませる。し、はい、ある意味、休ませるんだけど、試合には出てもらって、相手にプレッシャーはかけると。ああ、嫌ですね。そうですよね。そういうことですよね。はい。で、
これはやんなきゃいけないのは、実は今日から中日、まあ阪神もそういう面があるんですが、阪神がヤクルトと中日の6連戦なんですね。そうですね。カープは中日、ヤクルト、まあ特にカープの場合は、中日、ヤクルト、マツダ6連戦。そうですね。はい。おっしゃる通りです。だから、下手すると、ここ、5勝1敗で抜けてほしい。食べといてほしいってことですね。はい。阪神の状態は、阪神は神宮の後、移動日になる、移動しますので、で、はい、カープは、ここは、その選手を休ませながら、相手を圧倒していく。ローテーション上は間違いなくカープ悪くないですから。なるほど。別に、栗もいますし、大瀬良もいますし、森下も今日投げてますし、その、別に、まあ、アンダーソン町以外は、全員はいます。そうですね。はい。なので、これは、その松田だけにね、要は、荒井監督、まあ、緒方監督の1年目の失敗も言えるし、野村健次郎さんにも言えることなんですけど、狙えるときに勝ちは取りに行ってよ、と思う。なるほど。いけるときに行ってくと。が、6試合が、例えば神宮、例えば、まあ、もしくはこれが、バンテリン神宮6試合だと、それは無理ですよ。はい。いいから。そうですね。違うね。松田なんて。勝ち。いや、勝ちに行けよと。いや、なんでかって、これで勝つっていうことで、いや、グリグリに勝ちに行くってことをやらないから、カープは毎回クライマックスと日本シリーズ負けるんですよ。要は、不断にすぎるってやつですかね。要は、優勝するためには不断にで、やりすぎると、1勝5敗のリスクを背負う。リスクあるかもしれないけど、ここでこんなんで1勝5敗だったら、結局今シーズン、クライマックスと日本シリーズいけないですよ、と。だって、もっとシビアですからね。だって、勝ってないんだから。その意味では、この残りの5連戦ですね、マツダスタジアム本拠地で。何を志すべきですか、ね、私はもう、荒井監督は言うべきだと思いますよ。5勝1敗。1戦目取ったんだから、この後は4勝1敗。言っちゃうんですね。いや、勝ちに行けと。今の中日ヤクルトだったら、やっぱり今の選手層であれば、はい、選手の、まあ当然今日、まあ22日で言えば、まあ要は落ちる球の空振りは多くても、ストレート系、まあツーシーム系は、空振りがなくなった大森が打ってるわけですよ。そうですね。大森の打席がね、みんな批判されるかもしれないけど、落ちる球以外の大森は空振りしてないんですよ。ファール打ってますし、前に飛んでるんですよ。結果アウトでも。そうですね。問題はないんですよ。だけど、プレッシャー、要は大森にも言えるし、野間、まあ、秋山翔吾とかね、ある程度、坂倉とか、まあ、実績がある、あると言われてる、田中康介、菊池、相沢みたいな、実績がある程度、まあ、3連覇等々で、ある人はいいんですが、ない人は、こういうとこで打つ必要があるわけです。そうですね。打ってもらうプレッシャーで打ってくれないと、
クライマックスはもっとプレッシャーきついんですよ。そうそうですね、はい、で特に3位からだってことは、まあ、ビジター3位からの下克上しなきゃいけないわけですね。今シーズンはうまくいけば2位マツダのクライマックスの可能性がカープはかなり、まあ、私は高いとは思ってますけれども、下手をすれば3位だってある団子ですので、はいはい、これで勝っていくくれないと、カープで言うとやっぱり日本一が目指すべきところであれば、ね、岡田監督取れなかったですからね。取れなかったし、結局天候の問題で、結局3連覇の中で 3連覇3試合日本シリーズ出てないんですね。そうですよね。 DeNA に1試合、はい、1回は打っちゃられてありましたね。で、私はこういうことは新井監督が阪神、まあ藤井ヘッドもそうなんですけれども、やっぱり打っちゃって阪神って結構、日本シリーズ出てるんですよ。2位からとかで出てるんですね。3位じゃないけど、2位から日本シリーズ阪神結構出てるチームにいた人なので、はい、やってほしいなっていう、この、ある意味、優勝のためにはプレッシャーかけることが良くないかもしれないけど、でも、今プレッシャーかけておかないと、やっぱりまたクライマックス、カープ優勝したところで、DeNA にひっくり返されたみたいに、やっぱり日本シリーズ行けなかったのっていう弱さ。その意味ではこの22日、まあ試合には使ってませんけども、カンフル剤として中村翔成選手を上げてきたと。しかもこれ外野で使うと言ってるんですね。登録上はまあキャッチャーなんですけども、ただまあ、あと都合磯村捕手も上に上げたりするんですけども、まあ、そういったところも考えても、今後ちょっと起用が面白そうですね。まあ、やりたいんだと思うんですけど。はい。わかりました。塾長、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。